エドアルドが跳ね返します。裏を小林が取りましたが一旦ワイドへ。大島、旗手、いやー、裏を取りました。マルシーニョ引きつけてラストパス、大外へヘッド。決定機でしたね、遠野。右サイドから中に遠野が入ってきました。珍しい、こういうの外すのね。いやでもこの大島のパスですね、完全に今島川は裏を取られました。